はい、ということでですね、はいはいはい、はい、ということでいいテンション、話したかったことをちょっと話したいと思うんですけど、いいよ、ちょっと今日は質問形式でいこうかなと思って。お、新しい、新しいね。うちらさ、もうさ、出会って5年ぐらい経つわけじゃないですか。6年5年5年半は経つ。やばいよね。もうほぼ家族みたいなもんじゃないですか。まあそうやな。でちょっとお互いの第一印象と今の印象をちょっと喋ろうかなと思って。ああ、ちょっと面白いよくね。尺が足りなかったらいいとこ悪いとこもいいよ。あ、分かった分かった。オッケー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 、いいよ。ということで、誰から言ってく、誰からどう言ってく、一人にピンポイント、例えばさやねえのこと喋るんやったら私と銀さんで言って、うん、で次銀さんのことをさやねえと私で言うみたいな順番がよくない？それがいい。編集しやすいのでいいんじゃない？なんか活動者の職業病みたいなワード出てたけど今、うん、出ちゃうんだよね、ごめん。カットだ、カット、今のとこカットや。これあれだよね、5年経って変わったとこだよね。あ、そうだね。銀さんも今カットでって言ってるよね。アウトアウトアウト。いやでもこれは、いや私結構最初から言うよ、言うし思ってるよ。でさやねは聞かないかったかもね。確かに意識が変わって、こいつ意識が高まってるよ。この女の意識が高え。なんか実写動画するようになってから余計なったかも。うん、その辺のあのなんか復讐の兼ね合いみたいな。じゃあ行きますか、ちょっと。え、誰からどう言ってく？もう指名してもろて。じゃあ一旦第一印象ね、まず。うん。さやねのこと喋る。オッケー。私と銀さんで。オッケー。うん。さやねの第一印象。先どっち行く？いいよ先。なんだ？じゃあ私から言うよ。あのね、なんかね、めっちゃ人当たりのいいお姉さんだった。え、今すごい今も変わらないんだけど、あの第一印象ね、あくまで。なんか私とさやねが最初に出会ったのが、私がCOD を友達と遊んでた時に友達の配信さやねえが来てくれて、でさやねえが「女の子やん紹介して!」みたいな感じでからのうちに来てくれて、うちの配信に来てくれて、でツイッターで絡んでくれたりとかして、その絡み方がでもなんかね、全然ガツガツじゃないの、なんかそういう感じじゃなくて、なんか本当になんかね、こっちが話しかけやすい雰囲気を作ってくれる系の接し方だったんだよね。うん、だから、あ、この人めっちゃ人当たりいい人だみたいな感じだった。わかる。うん、なんか本人はナンパって言ってるけど、全然そのなんかがっついてくる感じじゃなくて、うん、お前なんか私も活動してまだ多分ほんとわずかだったんだよ、ほんと数週間とかだったから。しかも私活動イコール SNS なネット歴だから、私あ、そうなんだ、インターネット歴だから。そうなの、私ずっとインターネット触ってなかったから、なんかインターネットの勝手もわからんくて、その友達と通話でゲームするっていう文化がまだ慣れてなかったんだよね、交流するみたいな。だから全部新鮮だったんだけど、あ、こういう感じの人いるんだみたいな。だから勝手がわかんないけど、さやねがすごいなんか話しかけや、なんか絡みやすい雰囲気作ってくれてて、あ、すげえってなって、でそっからいろいろさやねが企画してたりとかって、 CG のあのね、女性、あー、やったやった、女性パーティーみたいな。その時に銀さんに会ったんだけど、なんかだからなんかリーダー気質のあるお姉さんみたいな、そういい意味でのリーダーね、みんなのことを助けてくれるとか引っ張ってくれるお姉さん系のイメージだった、第一印象というか最初のイメージ。そんな褒めてくれんの？おやついる？めっちゃわかるな、めっちゃわかるし、なんか私の第一印象もほぼ一緒なんだよね。ナチュラルにさ、現在の際で今そう無視してるからね、2人。そうだね、悲しいんだよね。今ちょっとしょぼんってしたんだけど、そう無視したからね。いやでもマジでそうなんだって。じゃあ銀さんもいや、一緒、本当一緒。なんかね、私も活動して間もなかった頃だと思う。でね、ごめん、私あんまりさ記憶がなくて、うん、でもさやねの第一印象っていうのは、あのさ、部活動の先輩とかでいたらもうほんと好きになっちゃうようなタイプみたいな感じで。あ、わかるかも。そう、面倒見がよくて、そのいろんな人のことをちゃんと目が行き届いていてっていうか見てて、でなんか仲間外れになってる子とかさいないようになんか気さくに話しかけてくれてみたいな、うん、で先輩なのになんかいやいいよいいよみたいなフレンドリーに接してくれてみたいな、うん、そういうねやっぱ包容力とかリーダーシップとか頼りがいがある、でもなんかそのなんていうのかな強引さとかもないし爽やかだしっていうほんとねだからブヤさんと一緒なんかすごい素敵な先輩みたいなイメージだったかな。なんかほんまになんか嫌味とかなくスッて懐に入ってくれるよね。そう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 気づいたらめっちゃ仲良くなって感じはするの。そんな感じの人だった。今ね今ね口角が緩みまくってる。それが今では何今ではこんな口角ゆるゆるの。あとは銀さん他はある？でも第一印象っていうところでいくとそこかな。うん。なるほどなるほど。初期のイメージとしてはそんな感じ？うんずっとそんな感じかな。じゃあ今のイメージ喋る？あ、いいよ。今のさや姉のイメージは口角ゆるゆるの、うん、なんかすごい甘えてくれるようになったよね。なんかね多分ねこの3人の中でね最も可愛いキャラだと思う。そうなんだよ実はねさや姉一番可愛いキャラなんだよねマジで。なんだろう3姉妹でいうとこの実は一番末っ子キャラみたいなさ、なんだろうねなんかしっかり者の末っ子キャラみたいな感じだよね。うん、一番ね赤ちゃん味あるんだよね実は。なんか可愛いみたいな愛らしいみたいなさ、愛らしくて可愛いしいたずら子やしでもなんかたまにカービィやるみたいな、なんか予想外のことするみたいな感じだよね。カービィに関してはなんかすごくのびのびしてなんか変な恥じらい違うなんかねいい意味で撮ってほしいんだけど変な恥じらいとか変な自分のそう殻がなくなって、そう自由にのびのびやってるからすごい素敵だなと思う。楽しいよ見ててなんかね、ポジティブになれるんだよね。ポジティブになる、甘えるっていうか、人に頼ることを覚えた。あでも誰にでもじゃないよ、2人にだったら頼ってもいいなって思った出来事が多々あったから、なんか素直に甘えれるようになった。いつかその良かったエピソードなんか情報系の YouTuber さんとかにこそっと2人にこんなに過去になんか助けてもらったんですっていうネタ提供してちょっとなんか好感度外堀からちょっと上げていこう。悪い悪い悪いめっちゃ腹黒いわ腹黒い。いやだからなんか最もピュアな感じするなーと思う。ピュアなんか裏表が本当にないよねさや姉は。うんマジで本当なんだろう本当ね愛らしい担当だよ、実はみたいになってる。人懐っこいし、反応が可愛いからついいじめたくなるんだけど、でもちゃんと自分の意見持ってんだよね。そこがちょっとしっかりしてるとこだなっていうか、なんか頼もしいとこでもあるんだけど、これはよ動画出して確かになんかすごいいじられキャラになりがちだね。だけどねリアクションがちょっと可愛いんだよなこの人。なんかさ飼ってるワンちゃんがひっくり返ってお腹見せてるとこお腹わわわわってやりたくなるみたいな感じの感覚。あーわかる。そこ私だったらブーってやる。ブーって赤ちゃん顔をうずめてるブーってやる。赤ちゃんあやす時のやつじゃん。あそっかって感じかな今の印象。じゃあ今の印象はつまり赤ちゃんってことでいい？そうだね結論そういうことですね。そういうことだね。かっこいい女先輩から赤ちゃんって感じ。振り幅すごいや可愛い今の方が断然可愛いよ。可愛さで言ったら今の方が断然だよ。昔はちょっとかっこいい系かな。そうだねかっこよかったね昔のさや姉は。なんかそれが今では今のさや姉が好きだよ。今のさや姉今のさや姉昔も好きだけど今のさや姉昔も好きだけど今も好き。いやもう赤ちゃんでもいいや。ちょろいな。大体雑談してるときちょろって言われるんだよな私。あとさごめんもう一個追加でさ3人の中で最もピュアな少女漫画的なリアクションするのもさや姉だと思う。なんかね趣味嗜好がね一番ね生娘な趣味嗜好してるなっていう気はする。なんやろうねなんかほんと素直に照れるイメージはある。確かに純愛のピュアな作品とか見て照れちゃうみたいなイメージあるし。あるな。なんか少女漫画とかに出てくるかっこいい男の子とか見ると「かっこいい!」って言っちゃうイメージあるし、なんか猛烈に恥ずかしいわそれ。猛烈に乙女でもまあでも裏表ないはそうね。ほんと裏もこんな感じだもんな。だから裏は持ってないんだよ。これなんならこれ今裏の延長で喋ってるからね、うちら。なんせやな。確かに。ほんとこれだからね。じゃあさやね、ちょっとそんな感じでうちらの印象聞いて、なんか弁明はありますか？弁明。弁明？だってよ、もう褒められまくって弁明することねえよな。あ、ちょっと二人におやつ送ろうかなと思ってる今。やったー。ちょっと後でリンク送っとくわ、欲しいやつ。いいよいいよ。ちょろ。